はい、皆さんこんばんは。10月9日月曜日、第363回しゃべくる真っ白の時間がやってまいりました。今日の真っ白はですね、朝からいい天気でね、本当に暑い、なんか夏が戻ってきたよ、そんな感じはいたします。まあ町歩きセンターもですね、今エアコンをね入れて、生放送という形で動いております。今日のゲストをご紹介いたしますけれども、真っ白町殿町にありますですね、カフェエレファントマウントマウンテンを開業いたしました岡田博明さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。さてさて、初めにお店の場所ですね、ちょっと確認しますけど、真っ白病院が、こちらにありまして、その南側っていう形ですね。昔の、何でしたっけ、ライブハウスの、ね、ライブハウスのね、はい、後を改築してという形になりますね。はいはい、オープンしたのが7月という形ですね。まあ、いずれにしておめでとうございます。はい、ありがとうございます。遅くなりましたという形ですね。はい、まあ、これお店の由来っていうんですかね、はい、これどういうあれでこういうお名前したんですか。はい、松代の地元のに密着したお店にしたいと思って、はい、象山の名前から、はいはい、を英語にしてエレファントマウンテンと、はい、しました。はいはい、これ、まあ、今開店して、まあ、7月に開店して7、8、9、10っていう形ですね。はい、まあ、約3ヶ月ちょっと過ぎましたけど、はい、この自分開店してからお客さんの入りっていうのはどうですか。自分で考えていた時と比べてどんな感じですかね。予想してたよりもたくさんのお客さんに来ていただいてますね。あ、なるほどね。はい、よかったですね。はい、まあ、この中ですね、まあ、いろいろ開店したりとかって言うんですけど、年齢って一緒ですけど何歳ですか。はい、35歳です。35歳、はい、はい、35歳で今までこれどういうお仕事してたんですか。私この前やるのは、長野市の印刷会社で働いてまして、うん、はい、営業のものが取ってきた仕事を、はい、制作のデザイナーの方に振り分けるっていうような仕事を、はい、してました。あ、そうですか。あれですかね、これ、まあ、結局はそこの会社を辞めて、はい、これ自分でカフェやるっていう形になったんですよね。はい、このカフェを考えなんていうんですか、やろうっていう考えた時っていつなんですか。今年の2月とか3月の時ですね。2月から3月。はい、それでもうすぐ辞めるよってなっちゃうの。それで4月末で辞めちゃいました。いや、恐ろしい。普通考えられないよ ね, ね、私らも定年になっちゃってるからだけども、サラリーマンだったらね、そこまで考えてこの変な時期にやるって相当勇気がいるなって。それか勇気っていうよりも、なんていうのやってくだけどみたいな感じ。そんなことないかね。ないですけど、まあ、そうかね。はい、はい、でもなんか決断するのにそういうその短い時間って、はい、なんか今ね軽いタッチでお話されたんですけど、そんな心配は全然なかったんですか。まあ、初めはちょっとありましたけど、まあちょっとやらないで後悔するよりやって後悔した方がまあいいかなって思って。はい、これでもカフェを開業しようっていうそのいつ頃からそんな考え出てきたんですか。まあ、本当辞めるって決断した後ぐらいですね。はい、辞める方が先に立っちゃったので辞める方が先に立っちゃった。これあれですかね、これ奥さん、ね、子供さんも一緒いるんですよね。はいはい、それで、まあ、もう辞表出したよって言って、はい、ね、奥さんなんか言わない？いや、それはもう反対はしますね。はい、もう反対したってもうやめちゃったんですよね。ひどいね。もう退路はないので、もうやるしかないって。やるしかないので、でもこれやるときにお父さんとか、はい、奥さんのね、お父さんお母さんっていらっしゃるけど、はい、そういうののこういうなんかアドバイスとかやめろよって、どうしてあれなのとか、そういうあれはなかったんですか。まあ、妻のうちは昔から自営業で飲食店を、はい、やってるので、やったらいいじゃないみたいな、なかった、はい、ですけど、まあ、うちは、まあ、ずっとサラリーマンのうちだったので、うんうん、はい、結構反対はされました ね。 あ、そうだね、当然だと思うね、はい、サラリーマンやってれば、うん、そうですね、そう、勇気いるっていうかね、ちょっとおかしいんじゃないかみたいな話にはならなかった。おかしいんだと思います。そうですか。
でもこれ真っ白でどうして開業するっていう形になったんですか。あ、私祖父母が、うん、松代の出身で、はい、生まれ育った町が、祖父母が生まれ育った町が松代だったので、じゃあたまには小さい頃は来てたりとかってしてたんですか。そうしてたかもしれないですね。もう記憶はないですけど。でもこれ開業するって決めた時にお店じゃあ探さなきゃいけないじゃないですか、はい、ね、辞めてから探したって形でしょ。辞めるって決断してから探し始めたってですね。でそれなんかきっかけみたいなのあるですかね、開業って。まあそのライブハウスの2階が、はいはい、音楽の練習スタジオになってまして、うん、そこの親さんもずっと私高校ぐらいの時から、はい、知り合いだったので、うん、1階のその空いてるライブハウスのところ貸してくださいって話したら、うん、いいですよっていうことで。ああ、そう、はい、いや、トントン拍子みたいな話ですね。そうですね、うん、はい、ありがたいことで。まあ、これがあれですね、ライブハウスの中っていう、まあ、これ片付けたとこなんか ね、 そうですね、まあ、真っ暗ですもんね。真っ暗です ね、 ね、はい、すごいよね、これ真っ暗のところを借りてっていう形ですね、はい、そうですね。まあ、これまあ本当にライブハウスらしいね。そうですね、ちょっとピカピカ光ってるような感じのあれで、はい、そうですね、はい、まあこういう、まあこれ本当にこれもステージだね。ステージです。これがまた有効活用されるんだよね、後で。そうです、うん、はい、ね、まあ結構広いあれですよね。あれも行ってみたけどね、広いし天井も高いし、ね、はい、結構、はい、窓はないですけど開放感はあると思います。そうだね、はい、まあ、これで何ですか、お店を借りることになっちゃったけども、いろんなレイアウトみたいなのってあるじゃないですか、はい、それはなんかあれ誰かに任せちゃうとかっていう話なんですか。まあ、自分のイメージがあったので、うんうんうん、私設計のデザイナーの方が知り合いでいたので、はい、その人に自分のイメージを全部伝えて、うん、であとはその工事してるところで現場で打ち合わせして、うん、ここはどうしましょうとか、ああいうふうにしましょうとかっていうのを一緒に相談しながらやったっていう感じですかね。なるほどね、はい、あれですかね、この借りる時っていうのは何ていうかね、これ中見させてもらって、じゃあこういうふうにしよう、こういうふうに、ああいうふうにしようっていうのを自分で書いといて、それでデザイナーと相談するみたいな形なんですか。っていうよりはもう、うん、そのイメージの画像みたいなものをいろんなとこから引っ張ってきて、うん、はい、そういうものを全部渡して、うん、でじゃあこういうふうにした方がいいんじゃないかっていうのを後からその設計士の人に書いてもらったっていうような感じですね。なるほどね。まあ、じゃあ結構手作り感があるみたいな形でいいですか。そうですね、はい、結構、はい、まあ、あとこういうね、これまあ木売ってるんだけども、はい、普通の木じゃないよね。そうです。なんかちょっと前の会社印刷会社だったんですけど、はいはい、そこで荷物運ぶときに使うパレットっていうものなんですけど、それをもらってきて、うん、はい、壁に打ち付けてもらって、はい、やってもらいました。そうですか、ね、これがそうだね。そうです。これはどこの部分ですか。これはカウンターのとこですね。うこれもちょっと面白いですね、はい、外観のところで、うん、これは何なんですか。これもともと窓があったところなんですけど、はい、もう内装の時点で窓潰れちゃってたので、はい、ライブハウスにしてたので。あ、そうかそうかそうか、はい、そこ全部外も埋めてもらって、うん、黒板にしてもらって、はい、今絵描きの女の子を知り合いでいたので、うん、その子に頼んで全部絵描いてもらって、うん、派手にしてもらってあります。なるほどね、はい、これまあ中の方ですね、見てもらってこれを買い付けて、はい、まあ、これはテーブルであれだけど、これは何なんですか。これは水道管なんですけど、はい、足を水道管で作ってもらって、うん、それは何、岡田さん自分でイメージしてやってるんですか。私のイメージ画像の中にこういうものがあって、あった、はい、でデザイナーの人にお願いして、これがだんだん完成間近のあれですわね。そうですね、ライブハウスのステージって、はい、全部ここの部分が何にするっておっしゃった。キッズスペースですね。でも松代にはそういうあれはないですもんね。そうですね、もともとそういうあれでやろうとしたんですか。もともとはまあ、ちょっと夫婦で2人でやろうとしてたので、うん、ちょっと広すぎるので、広いね、はい、手が回らないと思って、うん、じゃあもう
キッズスペースにしたいってことで初めはやったんですけど、それがうまくいったうまくいったっていう。なるほどね。でもさ、これ話を聞いてみるとなんかトントン拍子みたいだね。そうですね、簡単にやめてどうするって言ったら、いいよやっていいよって言って、こうやったら大家さんも決まっちゃって、はい、って言ったらこうお客さんもいっぱい来ちゃったってね。はいはい、いいね。ありがたいです。こういうあれ面白いね。ね、こういうあれも新しくどんどんできてきて、これ色塗りとかって、ね、そうですね、はい、うん、まあ後でこれあのね、行ってこの間行った時もこういうあの子供さんね、親御さんと子供さん連れでっていう形で、はい、まあ、ゆっくりコーヒー飲んだりとかっていう、まあ、あのここに、滑り台あったりしてどんどん騒いではいましたけど、はい、うん、結構広いところで天井もね、さっき言いましたけど天井も高いということで ね、 そうですね、うん、まあ、これなんか私ちょっと面白いなと思ったら、これどういうあれでやったんですか。これ少し高くしてあるけど。そうですね、あの一応ソファー席は作りたいってずっと思ってたんですけど、うんうんうん、どうしてもこの机の高さに合うソファーがなくて。あ、なるほど。でやっぱパレットなんですけど下は。はい、で机もあの車椅子の方入られるようにちょっと高めにはしてあるんですけど。なるほどね。はい、まあ、今回行った時も奥さんも一緒に撮られたっていう形ですけど、奥さんとの馴れ初めみたいなどういうあれですか。はい、あ、私あのずっと音楽をやってたので、はいはいはい、その同じバンドの仲間でいたっていう感じですね。うん、あ、そうですか、はい、なるほどね。まあ、あの、まあ、こういったところでも、ね、トイレもバリアフリーになってるよっていうようなことをおっしゃってましたけど、はい、車椅子の方も入れるように、はいはいはい、あとね、なんかこれ見てたらあのかき氷をやってるなんて言って、全然あのこれ見ると年中かき氷営業中なんて書いてあるね。はい、真っ白でかき氷やってるなんて珍しいんだけど、そうですね、一年中やってるってどういうあれなんですか。はい、まあ、長野ってあの果物が美味しい土地なので、はいはいね、はい、全部あの手作りでシロップ作ってるので、はいはい、その美味しい果物を新しい形で提供したいなと思って、はい、考えて。今はだけどあれですか、何がいいですか。あ、今リンゴの時期なので今、うん、キャラメルリンゴミルクっていうものと、うん、あとかぼちゃが出てきているので、うん、あのハロウィンということもあってかぼちゃのかき氷を、はいはいはい、ケーキ型のかき氷を今やってます。はい、それはあれですか、そのなんていうか地元の食材によって少しずつ変えていくみたいな形やってますか。そうですね、で年中やるみたいな。はい、毎月新しいメニューを1個ずつ増やしていこうっていう感じで、はい、あれ増やしていって少しずつ削あの前のやつはなくなしていくみたいな形。レギュラーメニューはずっとあるんですけど。あ、あるんですか。はい、レギュラーは何やられてるの。いちごと抹茶とマンゴーパインですね。うん、はい、もう仕切りあのなんだ仕切りじゃないや、あの仕入れ仕込みなんかはどうされる。はい、仕込みも毎日営業終わってから遅くまでやるですか。やってます。あ、いくらですかねそれ。680円からこういうこういう感じのあれですね。ちょっとこの間行った時食べれ、はい、そびれちゃって食べなかったんですけど、はい、今度また次行きますね。はい、まあ、こういった形の広い感じで、はい、ちょっとね落ち着きのあるような感じかなってなりますね。はい、うん、まあこの間行った時も結構あの子供さん連れのね、お母さんたちが結構入ってました。はい、そうですね。うん、ただ駐車場があと4台ぐらいしかない、ね、4台ぐらいしかないのでちょっと松代病院さんのコインパーキングにあのちょっとお願いして止めていただいてっていう感じなんですけど。なるほどね。あ、でもお金かかっちゃうじゃない。そうですね、うん、あのそうした時には、うん、あの次回使えるドリンクチケットをあの差し上げてるので。あ、そうですか。はい、あ、また来てねっていう感じで。そういうことですね。あ、そうですか。あ、まあ、かき氷ばっかじゃなくて何とやられてるですか。まあ、これから高いメニューも作っていくのと、うん、あと焼きカレーとかタコライスとかっていうランチメニューも、うん、まあ、用意してます。はい、あれですか、岡田なんてあの主婦みたいなことやってらしたの。やってないです。やってないの。はい、ずぶの素人。そうですね。すごいね。奥さんは。奥さんはずっとあの実家の手伝ってたから。そうですね。うん、じゃあ奥さんに少し教えていただくとか、はい、そんな感じですね。そんな感じか。はい、もうやりながら覚えるっていう。じゃあこれからみんなあれだね、なんかちょっと開業したいななんて言ったら、じゃあ岡田さんのあれをちょっと聞きながら。あ、そうですね、アドバイスは大丈夫かな。ちょっと危ないですけど。でもあのそれだけ勇気ある人じゃないけどちょっとじゃないと厳しいかなっていうのはありますね。はい、まああのまあ、座席なんかでどのくらいあるっておっしゃった。40席ちょっとですね。40席結構ありますわね。はい、うん、
でもこれから松代でこういうのどうやっていこうっていう形で松代の関わりだとかねいろいろあるじゃないですか。そうですね、うん、はい、結構いろんな方に来ていただくのでもっと、はいはい、松代の町を知っていただいていろんな人に松代って町を知ってもらいたいなっていう、うん、思ってます。なるほどね、はいはい、まあ私も要望とすれば岡田さんには松代のことをよく知ってもらいたいなっていうのもあるので、そうですね、まずお互いの形でねはい、まあ今日ちょっと短い時間であれですけども、まあ、また時々行ってですね、はい、そのかき氷だとか食べさせていただいてね、はい、またちょっと雰囲気味わえればいいかなというふうに思いますので、ありがとうございます、まあ、頑張ってやっていただきたいと思います、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました。いや皆さん、はい、素晴らしい、松代でいいね、うん、すごい ね、 いいね、私はね、ダメだね、サラリーマン、やっぱりサラリーマンがいいな、ね、勇気がないね、勇気ないな、シロップね、うん、シロップで、シロップ、うん、何焼酎かけて食べる、あ、それ宮坂さんだから、あ、俺か、あ、そう、俺はそこまでいかない、うん、宴会やってくれればいいね、俺、うん、そうだね、うん、かき氷は食べに行かねえな、そう、いや、かき氷、いや、違うよ、宮坂さんだったらね、だからいや、宮坂さんだったらね、うん、ちょっとお酒入れてほうやるかもしれない、そうそうそう、うん、それならいいかもしれない、うん、多分そういうこと、損、は、害、い、高いよ、そう、あ、特重だから、そう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 、うん、はい、うん、まあ、食べに行きたいなと思います、はい、はい、はい、お知らせ、はい、ね、この10月14日土曜日、はい、来週あれですね、うん、マスロガ講座っていうのをちょっとやります、はい、はい、第5回目ですけどね、うん、温田木の登場っていう形でです ね、 ね、はい、ちょっとまたね、雲野さんっていう形でね、春英高校の ね、 ね、先生さん、うん、あれお父さん出てたの、あ、うん、今度は息子さんが出てお話ししていただくっていう形になります、ね、マスロ公民館でやるようになります、ぜひお出かけください、ぜひ、ね、1時半からです、おいてください、はい、お願いします、はい、さてさて、じゃあ来週はですね、はい、宮坂さんなんですけども、はい、ですね、なんかちょっと、なんか難しいですよ、うん、京都、そう、うん、ね、松代中学のね、うん、校長先生、うん、中澤先生においでいただいてね、うん、京都の、京都じゃねえや、奈良だ、奈良だ、そう、俺が引っかかったね、すめたね、まあ、間違っちゃったなよかったよかった、薬師寺、うんうん、薬師寺ね、とうとうとね、斎藤、うん、斎藤さんじゃないよ、うん、ね、それは分かってるよ、西野と、ね、斎藤とね、うん、両方あるんだけどね、とうとうの方がね、うん、今21年からね、うん、修理してるんです、大修理、はいはい、ね、それでね、瓦をね、何万枚からあるんだけどね、うん、その瓦をね、うん、1枚ずつ入れ修理してるんですよ、うんうん、で、その中にね、うん、長野県の名前が出てきた、うん、ね、なんと、ね、マスルもあんの、そう、長野県の、ね、名前の中に、うん、松代中学校と東小中学校、うん、今はないでしょ、統合されちゃった、うん、ああ、昔の、そう、だからね、60年ぐらい前か70年ぐらい前かね、あ、なるほどなるほど、その時の名前が出てきて、うん、それでその瓦にね、さっき言ったように、ね、うん、瓦に刻印があったの、うん、松代と東小の、ああ、で、そう、どうしてね、その薬師寺の東東の瓦に、うん、松代と東洋の名前が入ってた、たかという、うん、その由来、うん、どうして、うん、いつ頃、うん、っていうやつをね、うん、校長先生にお話ししていただくんですよ、先生調べたの、そう、調べたで、ね、その話をね、うん、していただくので楽しみですよ、ああ、そうですね、じゃあ瓦持ってくれるかな、あ、持ってきてくれるんじゃねえかな、本当に写真かもしれないけどね、そうだね、ね、分かりました、まあ、そういうことでね、はい、本当のその由来とかね、うん、いろいろそのいきさつなどをね、うん、お話してくれるそうなんで、いいね、楽しみです、うんうん、はい、そうですね、はい、はい、じゃあそういうことでね、はい、中澤先生に来ていただいて、うん、はい、そういう話を聞く、瓦の話をしましょうね、うん、瓦のね、うん、変わらない、変わらない、あ、なんか何が違うの、何、ああ、三田さん間違えちゃった、三田さん何これ、すいません、これね、三田さんごめんね、焼酎の間違いだそうですよ、いいこと言いますね、
なんか私今日早くもう帰って飲みたくなっちゃった、うんうんうん、はい、はい、そういうことで、ね、ちょっとこれ間違ってるからね、中ですね、中だってね、はいはい、三田さんね、はいはい、そういうことです、わかりました、はい、じゃあ来週、はい、はい、宮坂さんの番です、はい、来週のしゃべくりましょう、どうぞお楽しみに、はい、お楽しみに。